ングガラス。光ファイバーは光を通すための髪の毛ほどの細いガラスの糸で、この光を使って世界中とデータのやり取りをしています。世界中に張り巡らされた長さを合計すると、なんと地球10万周以上にもなります。特徴は非常に透明であること。不純物を徹底的に取り除き、冬の晴れた日の大気と同じくらいの透明度を実現しており、およそ 100km 先に光を送ることができます。光が暗くなっても、この光ファイバー増幅器を用いて再び明るくできるので、日本中、世界中に光を届けられます。光ファイバー増幅器は光を増幅する特殊な金属が混ぜられた光ファイバーでできています。日本と海外とのデータのおよそ 99.5% は光ファイバーを用いてやり取りされています。インターネットを使ってこの動画を日本中、世界中で見ることができるのも光ファイバー、光ファイバー増幅器のおかげなのです。